はい、どうも、うみです。本日は2択で育成ゲームというゲームを実況していこうと思います。はい、私ね、育成ゲーム系はね、全然あんまりやったことないんですよね、個人でも。なんですけども、まあ、今回はね、2択で育成ゲームということでね、2択でどう成長するのかが変わってくるってことだよね。いや、すげー面白そう。やっていきましょう。スタート。はい、天才育成。お、天才育成しちゃう。早速、いきなり。待望の赤ちゃんが生まれた。この子は東大に合格させるぞ。もう赤ちゃんの時代からそんな東大に合格させるという目標があるの、すごい夫婦ですね。賢い子に育てたいが何を食べさせよう。はい、あー、ガリ勉夫婦ですね。もう見た目が、何を食べさせよう。肉、魚、どっち。肉だとなんか筋肉派とか運動系になるのかな。魚、魚のが、おお、頭良くなるんだ。正解。はい、魚に含まれる DHA は脳の機能に重要な役割を果たしている。めっちゃ可愛いな、イラスト。特に生後1年は脳が急速に成長するため DHA が鍵となるんだ。へえ、そうなんだ。こうして IQ 高い子に育った。すげー。え、じゃあ、あれ、生後1年の間にお魚さんのなんかね、栄養を取るといいってことなのか。へえ、すごい。それは知らんかった。反対の結果、動画を視聴して反対の結果を見ますか。イエス。肉を食べてブクブク太っていってしまった。結果、太りすぎて動けず、一人では何もできない子になってしまった。太っちゃったわけで、まあそんなね、もう某少年漫画の主人公が食べてそうなさ、もう肉をね食べてるからね、赤ちゃんのうちから。まあそうか、太っちゃうのか。あ、そういうやつね。筋肉で運動系になるとかいう感じではなく、ただ太ってしまったと。幼稚園に入ってテレビに興味を持ち始めたようだ。何の番組を見せよう。はい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 、もうすでにガリ勉くんだからね。動物番組、戦隊ヒーロー。どっちなんだこれは。わかんない。戦隊ヒーロー、動物番組でなんかちょっと癒しを。ああ、そうなんだ、合ってた。はい、動物に興味を持って動物図鑑を読むように。あ、なるほど、そういう風に発展していくわけね。そこからいろんな図鑑を読むのが好きになり、物知り小学生になった。はい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 、生き物とかね、いろいろ図鑑を見るっていうね、習慣がついたわけか。すげえ。あ、そういう風に繋がっていくわけね。男の子はみんな戦隊ヒーローに憧れる。この宇宙原理に抗えず、将来の夢は戦隊ヒーローのグリーンになってしまった。せめてレッドにしてよ。いいじゃん、グリーン。グリーンだってね、ちゃんと頑張ってるんだよ。ごめんなさい、私戦隊ものあんま分かんないから、グリーンがどのポジションなのかがちょっとあんまりピンとこないんですけども、まあ、ね、どの色だって頑張ってるんだよ、うん、みんないい役してるよ絶対に。そんなね、うん、レッドが全てではないよ。はい、まあ、主人公が良かったんだろうけど。家でもしっかり勉強する偉い小学生になった。偉いね。何か習い事をしたいみたいだ。すっげえ、もういろいろ好奇心旺盛じゃん。野球、スパルタ塾。でもな、スパルタ塾、スパルタあんま良くないけど、でも野球スポーツよりはこっちがいいのかな。あ、ダメなんだ、不正解。お父さんだ、おじいちゃん、誰か死んじゃった。スパルタ塾が厳しすぎて勉強が嫌いになってしまった。あー、詰め込め忘れすぎるとやっぱ嫌になるよね。悪い友達と遊ぶようになり完全にグレてしまった。さっきの子、真ん中の子があの息子だったの。いやー、すげー豹変しちゃったじゃん。髪の色も変えてなんかかき上げちゃって、つるんでる友達もみかにもですね。いやー、こんな未来やん。じゃあ野球か。野球、あ、スポーツで頭鍛えるみたいな。どういうこと。野球チームに入って運動能力とコミュニケーション能力を手に入れた。あー、なるほどね。あー、そういう、そか、人間関係も大事だからね。運動は脳の活性化にもつながり、成績もみるみる上がっていた。あー、確かになんかね、めちゃくちゃさ、運動できる子ってなんか意外と頭良かった。意外ってめっちゃ失礼だけど、ね、勉強でき、ね、集中力が続くからだろうね、多分そういうのって。はー、すげー。はいはい。これで、野球も得意になって、もうモテモテじゃん、頭も良くて。
高校は進学校に入学したが、今の成績では東大は厳しそうだ。どちらの家庭教師を雇う？あんなに頑張っても無理なの？伝説の家庭教師。セクシー家庭教師。これ絶対に伝説の家庭教師でしょ。でもセクシー家庭教師の答えが見たすぎて、まあ、どっちも見るから。セクシー家庭教師で合ってたの？あれ絶対違うと思ったんだけど。東大合格したらご褒美あげるという一言、先生の仕事はこれだけで成績がニョキニョキアップ。すげえ、性欲ってすげえな。見事ギンギンに東大に合格してきたのでした。ギンギンに東大合格したんだ、すげえ。女の力ってすげえな、やっぱり。反対、伝説ダメだったの？結局伝説の家庭教師だったんかい、お前。不正解かなんかのおじいちゃんだったよね。おじいちゃんお父さん、伝説の家庭教師は明治時代の知識で止まっていた。結果80浪しても東大には合格できず生涯を終えたのだった。あ、伝説の家庭教師、あ、そういうことか。これはあれか、さっきのメガネの男の子がもう生涯終えちゃったってわけね、あの東大合格できずに。80浪したの。お手前でどっかで諦めな、そこまでしたらさすがに。はい、なるほど、伝説の教師はもうね、そのあれだ、あれなのか、知識がなかったのか、新しい知識が。アイドル育成、はい。娘は国民的アイドルになりたいそうだ。歌は下手だけど、どっちの習い事をさせる？歌は下手だけど、どっちの習い事？それは歌を歌習う。あ、違う。メガネくん、ガリビンくん。一生懸命レッスンしたが一向に歌は上手くならず、自信を失って夢を諦めてしまった。あー、先に自信つけられるものからつけた方がいいってことなのかな。23点、23点ってすごい。逆にすごくない？うん、はい、リトライ。じゃあダンス、ダンスがもうピカイチだったのかな。はい、いや、いいですね。私が育成ゲームをしています。はい、歌は下手だけどダンスは天性の才能を。目が飛び出てるまま持っていた。最悪歌は機械でごまかせるし。機械でごまかせるのか歌って。まあ今いろいろ技術発展してるからね。あ、でもダンスはね、ごまかしようないからこっちができるのすごいな。はい、小学生になった娘のダンスの噂を聞きつけたアイドル事務所の社長がスカウトしてきた。どっちのグループに入れよう。どっちのグループかに入るかで変わっちゃうわけ。3人組地下グループ、大人数人気グループ。うわー、どっちだこれ。左からコツコツやっていくパターンと思いきやの大人気グループ。あー、はいはい、やっぱりこっちなのか。はい、国民的アイドルになるには、大人数のグループで人気になるのが近道だ。実力のあるメンバーと競争し成長をしていった。なるほどね。高め合うみたいな感じか、メンバーと。この主人公の女の子は左のツインテの子かな。可愛いじゃん。全然もうみんなと釣り合うレベルで可愛いよ。地下アイドルがブレイクすることはなかった。売れるためには事務所の能力も大事だったのだ。あー、なるほどね。やっぱ事務所のが大きい方がそりゃ有利ってわけか。みんななんでこんなヤンキーになっちゃってるの。タバコと酒すげえ怖い、治安悪い。ネクスト、グループの中で人気になるためにはキャラをつける必要がある。なんてアドバイスしよう。はいはい、キャラ作りは大事ですね。かわいい。ツンデレキャラ、おバカキャラ。うわー、このツインテはな、ツンデレキャラいけると思うけど、おバカキャラ？あ、おバカキャラじゃないんだ。はい、昨今のコンプライアンスの影響でおバカキャラをネタにされる機会はほとんどなかった。あ、そうなの。でもおバカキャラ結構いるくないもんね。全然可愛いしね、そういうのも。はい、リトライ。ツンデレ、あ、いや、でもね、ツンデレキャラだよね。やっぱツインテでツンデレはもう無敵よ。いそうでいなかったツンデレキャラを演じ、テレビでも引っ張りだこになった、なって、グループでも上位の人気に。おぉ、髪切ってねえよ。いいの？そんな、それツンデレ？髪切ってねえよって。なんかちょっとずれてる気がするけど、まあまあ可愛いですね、ツンツンしてるのが。はい。グループで上位にはなったけど、国民的アイドルになるためにはあと一歩足りていない。どの仕事を増やす？あと一歩、体当たり企画、大食い企画。
大食い、大食い体当たり、大食い、大食い、大食いじゃない、大食いはもう需要足りてる。テレビの大食い企画にどんどん挑戦したところ、みるみる体重が増えてしまい、人気も落ちていってしまった。そこまでなる前にどっかで気づかなかったのかな。ちょっとやばいって気づいたら時にね、戻せばよかったけど、もうそこまで行ってしまったら大変ですね。痩せるの大変。じゃあ体当たり企画、まあそう、アイドルもこういうのあるもんね、いっぱい。はい、大食いもいっぱいあると思うけど、体当たり企画をすることで視聴者からのかわいそうという同情を得て人気を獲得。かわいそうっていう同情を得てか。こうして夢だった国民的アイドルになることができた。よかった、うん、何がともあれね、うん、国民的アイドルでこんなにね、キラキラしてこうみんなねファンたちを笑顔にさせてる存在になってるからね。いやまあまあもうお喜びよこれは。あ、よかったよかった。薬剤育成、薬剤育成、とんでもないものを育成しようとしています。俺はヤクザの組長、孫を次期組長に育てたいと考えている。孫は小学校に入学するが、どんな髪型にさせよう。はいはい、ハゲー。ヤクザ、ヤクザになるのかなこの子が。次期オールバックハゲ。これさ、気づいたんですけど、正解押すと30秒の動画を見ないと次の動画や、結果見れないんですよ。なので私は不正解を選んでいこうと思います。そうすればね、広告ね短いから。ハゲ、よし。不正解。孫はハゲに喜んだが、怖いと恐れられ、友達が一人もできなかった。あ、ハゲになったこと自体は別に嫌じゃなかったけど、それのせいで友達できなくなったんだ。結果孫は引きこもりになってしまった。あー、オーマイガー。これはもうね、ヤクザ次期組長になる未来も遠のいたし、引きこもりになってしまったという最悪なパターンですね。じゃあオールバック。いや、オールバックもなかなかに怖いけどね。オールバックは男らしくてかっこいいと学校一の人気者に。おー、あー、でもこのオールバックかっこいいか。なんか勝手に怖いイメージしてたけど、普通にかっこいいのか。生徒会長にもなってカリスマ性を身につけた。すげー、え、生徒会長になったんだ。あ、これで人をまとめる力を手に入れるってことか。反対じゃなくて次へ。はい、孫ももう中学3年生だ。卒業後の進路はどうさせよう。おー、あー、なんかすごいぽくなってるね。ちゃんとお父さんね、組長に挨拶して。高校進学、中卒で入門。多分不正解、中卒で入門じゃないだよね。さすがに早すぎる。学力が足りず、お金の計算ができないことから出世は諦めることになった。トイチの基本。なるほどね。さすがにやっぱ勉学とある程度のね、中学ぐらい、高校までいるのかな。いい、高校いらないと思うよ。まあある程度の計算はいるからね、学力は。はい、高校進学と学力を身につける。あと人脈も広げられるからね。これからの時代のヤクザはビジネスをするための頭の良さも必要だ。有名進学校に進み学力を身につけた。すげえ、めっちゃ頭良さそうだし、できる、もうね、エリートサラリーマンみたいな見た目してるよ。はい、有名進学校を首席で卒業した孫は大学には進学せずに入門を果たした。すげえ、首席で卒業。まずは組のどの仕事を任せるべきか。名前、孫っていう名前か。学力 SS、 喧嘩時、喧嘩は弱いのか。カリスマ SS、 度胸 SS、 特攻隊長、ビジネス。これ絶対不正解、特攻隊長じゃない。喧嘩 G って書いてるよ。絶対負けるでしょ。 だよね。よし、組の構想に特攻隊長として動員した結果、瞬殺されてしまった。喧嘩はあまり向いていなかったようだ。すっげえボロボロ。すごい破れ方してるしね。その服どうやったらそんな破れ方するのっていう破れ方してる。はい、じゃあビジネス。いやー、ビジネス向いてそうだしね、見た目も。はい、天才的なビジネスセンスを発揮し稼ぎ頭となった。射程も増え、組内での影響力を身につけていった。おー、すごい、どんどん部下も増えていってますね。なんかこの男の子、最初に育てたさ、育成した男の子に見えなくもないんだけど。もしかして生まれ変わり別次元のこの子だったりしないかな。はい、次、
入門して1年、孫もかなりの影響力を身につけたようだ。そしてわしにもついに勇退の時期が来たようじゃ。孫をどうする？おお、どうしちゃう？一気に組長に、まずは幹部に。どっちだこれ。まずは幹部に。一気に組長でいいんじゃないの、ここまで言ったら。だけど、いや、一気に組長が正解。よし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 。うん、やっぱなんか下積みも大事だからね。納得のいかない他の幹部によって孫は殺されてしまった。やはり周りからの信頼を得ることが大事じゃ。あー、やっぱね、幹部から徐々に徐々に下から積み上げってことですね。これはなんか社会にでもね、なんか使えそうなテクニックですね。はい、まずは順当に幹部に昇格させることで組内での信頼を得ていった。そうだね、なんかひいきしてるみたいになったらダメだしね。そしてその5年後、史上最年少の若さでついに組長へと上り詰めたのだった。すっげえ、史上最年少なんだ。5年後？だってさ、大学も行かずいろいろあれやってってことだから、多分20代行ってても25とかそんぐらいで若頭になったってことだよね。すっげえ組長、若組長でもなんかね、こういうのはかっこよく見えちゃうよね。実際は怖いけどさ、こういうの見たらね、すごいかっこよく見えるという、なんか漫画のフィルターがかかってるよねいやー、かっこいいです組長。